はい、ということで今回ですね、はい、練習参加、はい、まさにこの練習にまでお借りしちゃってどうですか。はい、いい感じですか。でね、今日なんといっても暑い、夏真っただ中ということで、でまあ今日オフ明け2日目ということで、はい、まあ小川監督、はい、小川監督、はい、練習メニューを考えていただけるということで、2日目の方がきついみたいです。あ、そうなんですね。はい、なので今日はちょっと枚方の一員として頑張っていきたいと思います。はい、小川監督です。お久しぶりです。お久しぶりです。ということで今日は練習参加させてもらえるということで、はい、2日目、僕分け2日目ということで、はい、結構タフにやるって聞いてたので、いや、そんなことないかもしれないいや、なんか結構いろいろ練習参加してるの見てて、うん、なんか結構みんなきつそうな練習やったんでまあこう強度をバーって上げるっていうよりは、うん、ちょっとまあ暑さもあると思ったので、うん、まあ楽しんで考えながらとかやれるような、うん、そんな内容にしてるんで大丈夫だと思います。全然、まあ、とにかく僕は常に言ってるんですけど完走、はい、はい、完走できればいいので、はい、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。今日あの那須さんが練習参加をしますので、皆さん雰囲気よく、あのちょっと激しい練習なので爪痕をちゃんとつけてじゃあ那須さん、ちょっと練習参加を、はい、すいません、那須大好きです。まあ、こういう貴重な機会をいただけるということで、まあ、僕も必死にちょっとついていけるように頑張りたいと思いますし、皆様のプレーっていうのはこう今の時代なんで映像を通してたくさんの人に勇気を与えるので、ぜひ通常通りの、練習をしていただければと思いますので、短い時間ですがよろしくお願いします。はい、で今日はアップしてパソコンして、2-2 のね、どんどん前に進んでいくやつやって、で4対4チャレンジャーのカバーやって、3ゾーンのゲームして最後ペナタイのゲームやります。まあ、1時間半ぐらいに集中していきましょう。はい、じゃあ序盤からいきましょう。行きましょう。行ってきます。はい、マーカー4箇所ですね。準備行こう。帰りバックステップ。流れ行こう。ですからね、大きい大きい。帰りバックで行こう。帰りバックで一緒。そうですね。そういうことね。帰りバックで一緒。一緒。お前足の列に行けよ。かなり測りと。カールの部分を広げて。おー、ラスト走り抜けよう。ラストドッ、ラストラスト。すいません、ごめん、遅れて、ええ、すいません、もうレジェンドですね。びっくり、ひょこっと引いたんですけど、ひょこっと引いても言われないから、いやいや、ありがとうございます。はい、はい、はい、やった、ナイスナイス。戻るね。
ゴール。ゴールナイス。もういける。もう準備。ゴールです。ワールドはい、真ん中いないぞ。はい、アンダースリーね、ボール持ってるから。ゴール、いや、ナイスゴール。はい、発覚。遅い遅い。はい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 、切り替え、はい切り替え、ゴー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 はい、出て下がる、出て下がる、出て下がる。はい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 、出た下がる、出て下がる。はいはい、めっちゃいいイメージ。そうですね、これ、はい、フォーバックのチャレンジャーのカバー、はい、あとはプレスバック、一人のサーバーに入った時のこの時の味方ディフェンス、プレスバックと、はい、めちゃめちゃ実践に盛り込まれてる。実践で使うやつ、チャレンジ行ってカバー行って、はい、そう、この4人の関係っていう面白い練習ですね。面白い。ほら、こういうの普通センターだけじゃなくて、はい、はい、3人、4人のチャレンジャーのカバー。はい、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 あと30秒。ゴール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 、目の前目の前、ラスト。もうね、下がる、で下がる。ああ、はい、ゴー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 、はい、チャレンジ行かなくてもダメだし、はい、いい練習です。あと雰囲気いいですね。雰囲気ですね、はい、みんな周りからも、はい、いいっすね。そう、よね、入れ替わってもいいよ。誰か下がって誰か出てってもそれでもいい。あー、はい、はい、戻して戻して戻して、はい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 、もう一回、もう一回、もう一回、はい、入れ、どう、はい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 、右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 
はい、行かせ。はい、はい、ストップ、ストップ、ストップ。石ボール持って。今、ヒロと間覗いたじゃん。でもこれ入れないじゃん。ね、ヒロと後ろがついて。で、でもここ入れないじゃん。でもどうしたらいいの？ヒロと入るんだったら、例えばマックスが1個上がって、ヒロと落ちると。ね、そういう縦の入れ替わりも OK だから、それ工夫して。OK。ね、うんちゃんが出て、ヒロとが落ちたりとか。そういうのももちろんしていいから。OK、考えながら工夫して。OK。アイゴー。おー、ナイス、コタロー。ゴール、まずゴール、間閉める。はい、ゴール、ゴール、はい、戻して、戻して。ここの、こいつもさ、セパレートって考えるけど、結局一緒だから。セパレートって考えるけど、結局一緒だから。あ、大丈夫、大丈夫。あ、そうか。オッケー。大丈夫ですよ、バイト。両左、両左。ナイスよ。もう一個前に。はい、はい。相談になり、相談になり、相談になり。ナイスプレー。いやいや、素晴らしい。はい、ナイス。ごめん。ナイス、ナイス。入ってます、入ってます。おー、ナイス。結構抜けて。はい。はい。はい。え、レフティー。いや、結構あれですね。激しい激しいし、まあ、エリアの中でっていうので、はい、数的移動するの時まで数的優位になってサポート行って、あと守備の時は中締めないといけないし、真ん中のゴールもあるし、サイドのドリブル突破もあるから、それを意識しながら守備やらないといけないし、あとラインも一応あるから、オフサイドは頭使わないといけないけど、はい、なかなか理想と現実はうまくいかないな。いやでも1枚かわしてスルーパス出すところ。まあまあまあ、ハイドがね、あの後ろの仕事です。あれ誰誰だ。ボールは。集中しとった。全集中しとった。風邪だった。ちょっと晴らさないといけないと思う。なるほど。時間がない。ちょっとごめん。
ありがとうございました。もう短い時間だったんですけど、まあ、あの皆さんあの高い意識でやってると思うんですけど、まあ、引退したからこそ言えるんですけど、こうやってサッカーやれる時間って本当に短いと思います。まあ、プロで18年間やらせてもらったんですけど、でも本当に一瞬で終わったプロ生活なんです。なので本当このここのピッチで僕なんかもう動けないんで、声でどうにかこうチームが勝つためにとか動かすしかできないので、声しか出ないですけど、このピッチで結局何か残さないとゲームでなんか絶対無理ですし、だから本当一日一日を無駄にしないで、皆さん本当高い意識でやってると思うので、でもそれってノンアルなんです。スタンダードにこの高いレベルでやらないと上手くならないし、チーム強くならないし、その中でこのインテンシティ高い中で何が残せるかだと思っているので、皆さんが本当これからまだまだ上のを目指してやっていくと思うんですけど、活躍することを祈ってますので、本当に本日はありがとうございました。で明日はまたセットプレーとか、ね、確認しながらゲームテーションを含めてやるん で、あとは怪我とか、ね、そういうコンディションのところをしっかりそれぞれコンディションを整えるようにしてください。はい、あと何かありますか、ね、はい、じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。こんなあれしないか、もうちょっとやりながら。いや、もうあのね、4-4 の、はい、どうせやった、あれめっちゃ面白い。あれ、前、ダゾンでウッチやってました。ああ、はい、はい。あれ、新潟で、うん、初めてやったんですよ。新潟選手に行った時。で、それを思い出して、去年からやってたんですけど、いろんな要素が。ね、実践の。ああいう部分練習は本当きついっす。もう乳酸がたまりきっちゃって。ゲームの方がまだ。ああいうの、まあ今日水曜なんで、土曜日試合。なるほど。じゃあ今日ちょっといつもだったら対人とか人結構なるんですけど、皆さんが来るんで。いやもうシンプルなね、対人やっても面白くないかなと思ったんで、いろいろちょっと。ありがとうございます。じゃあちょっと。まあ、週末向けて、はい、うん、試合ってことで、まあ今シーズンの目標は、ね、まあ、前回聞いたので、はい、まあ、週末の試合に向けてと、まあ、今の現在 の、 まずそのチーム状況と、はい、チーム状態か、週末に向けてると意気込みみたいなのをお願いします。まず週末の試合は、はい、首位の今負けなしで首位を走っているいわきとの試合なんですけど、うん、ホームで、先月試合やって前半22分で、うん、雷で延期になっちゃった試合の残り分が今週末なので、でしかも今 1-0 でリードしてる状態で、リードしてる状態で、リードしてる状態で、その残りの68分戦うっていう、ちょっといつもと違った内容になると思うんで、まあ、しっかりいつも通り準備して、しっかりその周囲のいわきに黒星つけられるよっていうのを今準備して、はい、でチームは今4位で、いわきに勝てれば3位に浮上できるっていう、そういう今状況で、JFL 昇格して1年目ですけど、比較的、まあ、いい状態を今保ててるんじゃないかなとは思います。なんか練習の雰囲気いいよね。本当ですか。普段っていうか、みんなの周りの声とか、はいはいはい、まあもちろん僕が監督でメニューとか考えてやるんですけど、でもやっぱ一番はピッチで、まあ、選手が考えてるとか、そのセッションセッションの間とかでも選手同士結構もちろん あそこああしてとか、そういうやり取り結構してくれてるんで、だからそれはやっぱ選手がやっぱり中で感じたことをお互いにコミュニケーション取ってっていうのを言ってるんで、まあ、そういうのが、まあ、いい雰囲気になってくれてるのが、まあ、いいかなと思って。うん、今シーズンっていうか、まあ、まだあと何試合だ、あと今ちょうど半分ですね、終わってます。でいわき戦で、まあ、後半戦の一発目っていう感じの、はい、今17試合目です、はい、なのでまだまだ試合半分残ってるので、皆さんぜひ、はい、試合の方もね、応援にしに来てということで、はい、今シーズンまた頑張ってください、はい、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっとお話をお伺いしてもいいですか。はい、それなんかすごいチームの雰囲気がいいなって感じたんですけど、はい、選手としてやっぱこのチームの雰囲気ってどういったものだと思いますか。そうですね、やっぱりみんな上を目指してやっている、向上心を持ってるし、あと、まあ、やっぱズミさんが、
っぱ選手たちのモチベーションとか、はい、練習のメニューとかもすごいいいメニューなんで、はい、練習がやっぱり楽しいっていう雰囲気が出てるんで、毎日明日何するんだろうっていうのもあるし、はい、練習をやりながら辻さんがこう選手たちに対してのやっぱあの雰囲気の上げ方とか、はい、あのコーチングの仕方でやっぱり雰囲気からっと変わるんで、そこがちょっと大きいかなと思う。いろんなところでやっぱりやってきて、そういう監督のコーチングの仕方でチームの雰囲気も悪くなったり、はい、やる気が出るようになったりとかするので、まあ、僕としてはやっぱりズミンさんのその教え方がすごいいいと思います。なるほど。じゃあちょっと最後に後半戦もこれから始まるということで、はい、なんか抱負を聞かせていただいてですか。はい、まあ、今ちょうど一周回って、はい、まあ、4位なんで、うん、で前半戦振り返ったらもっと勝てる試合もあったし、はい、もっと上に行けたなっていうあの自分の中の気持ちがあるんで、はい、まあ、チームもみんなそう思ってるんで、はい、後半戦やっぱそこ修正してやっぱ鷲見さんとチームの目標にある優勝を目指してやりたいので、まあ、すごい楽しみにしてるし、はい、応援してもらいたいです、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。